今日は戦前の学校制度について話をしてみたいと思います。戦前の学校制度に関する記事というのはネットを探してもあまりなくて、ようやく見つけ出してきたのがこの大正9年当時の高等商業学校にどのようにして進むかという表です。ウィキペディアの一橋大学のページにありました。私たちが戦前の学校制度といって思い浮かべるのは大体この表だと思います。小学校が6年間、ここが義務制で、その後旧制中学に進みます。そして旧制高校から帝国大学に進む。現在の一橋大学や神戸大学の場合は、小学校を卒業してから商業学校か中学校を経由して高等商業や商科大学に進むと、こういうコースになっていました。こういう形ができたのは1920年のことで、1949年には戦後の教育改革で現在の形に変わりますので、意外なことにこの形で学校が運営されたのは30年ぐらいに過ぎないんですね。明治になって学校が作られ始めて、この形になるまでに50年、この形が30年、そして現在の形になってもうすでに70年が経過しています。私たちは戦前この形で長い間学校が運営されていたように思っていますが、実はこの形は30年、それも後半は戦争と敗戦と戦後の改革という形がありましたから、学校がこの形で安定して運営されたのは20年ぐらいだったに過ぎないことがわかります。意外な気がしますね。もっと詳しい表はないか探してみるとありました。文部科学省のサイトにありました。それがこれです。さすが文部科学省が作った表だけあって正確で詳しいんですが、非常に分かりにくいので、この表と私が生まれて育った相生市あたりでの学校制度の変遷を組み合わせながら説明していきたいと思います。明治維新の後、日本が学校制度を作ろうということで最初に打ち出した構想が明治6年の学制です。小学校と中学校というふうに後の学校の原型のようなものが出来上がっていますが、これはこれからこういう形にしていこうということであって、この形のものが完成したわけではありません。面白いのは高等教育のところで大学、東京大学の横に師範学校が並んでいます。学校を作れと言ったのはいいものの、じゃあこの学校で教える先生はどうするんだということがあって、学校を作るためにはまず学校で教える先生を作らないといけないということで、小学校や中学校で教える先生を作るための学校が大切だったことがわかります。それから10年ほど経って小学校が初めて義務化された時の状態がこの右側の表です。小学校は初等科が3年、中等科が3年で、初めの3年間だけが義務制でした。大学は東京大学になり、師範学校は小学校の先生を養成する師範学校と、中学校の先生を養成する東京師範と東京女子師範、現在の筑波大学とお茶の水女子大学に分かれて行きかけていることが分かります。で、ここで学校教育に関しての一般論を説明しておくと、18年間行うことが世界標準です。この18年間を6、6、6の3段階に分けます。初めの6年間が初等教育、おおむね小学校です。次の6年間が中等教育、戦前においては中学校、現在は中学校と高等学校が中等教育にあたります。最後の6年間が高等教育で、これが現在の大学にあたります。1872年の学制では、高等教育、中等教育、初等教育の3段階に分けて、大学校と中学校と小学校を全国に配置していくことになりました。大学校は全国を8ブロックに分けて、近畿四国地方では大阪に大学校を置きます。大ブロックを人口40万ぐらいずつ30に分けて、そこに中学校を置きます。兵庫県の西部で言いますと、姫路に1つ、辰野に1つという感じですね。
その下に人口2000人、だいたい500校に1つずつ小学校を置いていきます。大学校、中学校、小学校はどういうピラミッドになっているかというと、210の小学校から1つの中学校に進学し、32の中学校から1つの大学校に進学するという形になっています。学年で言いますと、小学校は8年生です。下等科が4年、上等科が4年。中学校は下等科が3年と上等科が3年。そして大学校に進学します。明治5年にこのように学校を整備しろと上からの命令が来て、各地で小学校を作り始めました。江戸時代の村というのはだいたい400人が標準ですので、その大きさでは小学校を運営することができません。そこで村を合併させて、だいたい2000人ぐらいの単位を作って、そこに小学校を置いていきます。相生市の場合、1872年にこれだけの学校ができました。で、数年にして編成されて、小学校は6つになります。太平洋戦争が終わって、私が生まれた頃、相生市には、西元小学校、矢野小学校、若狭野小学校、名場小学校、相生小学校、双葉小学校と6つの小学校がありました。ということは、高度経済成長期前の小学校は、だいたい1875年頃までに整備されたことがわかります。で、小学校を作りましたが、小学校で教える先生を作るための師範学校はまだできていません。では、小学校では誰が教えたのか。それは、それまでやった寺子屋の先生を小学校の先生にしたようです。で、そういうふうにしてつなぎながら、師範学校を作って、そこで教師を養成して小学校に送り込むという形が取られました。明治6年に導入された学制という制度は大変計画的なものでしたが、うまくいきませんでした。そこで明治の10年代に制度が変わります。ここで小学校には全員が入学することになりました。小学校は初等科3年と中等科3年に分かれて、初等科の方が義務教育になります。学制では小学校は8年制でしたが、改革によって6年制に変わります。先ほど、初等教育6年、中等教育6年、高等教育6年と言いましたが、この時に初等教育6年を担当するのが小学校であるということが確定しました。子どもたちは小学校に入る年齢になりますと、小学校の初等科に入学します。そして3年間が義務教育です。ここを得ますと、ここから先は進学希望者だけが進学していきます。小学校の中等科が3年、6年間の初等教育を終えますと、中学校か小学校に併設されている高等小学校に進みます。大学校は学制では全国に8個置くはずでしたが、実際には2つになりました。一つは東京大学、もう一つは大阪専門学校です。この大阪専門学校が後に京都に移転して現在の京都大学になっています。現在、相生市になっている地域には、江戸時代、これだけの村がありました。一つ一つの村はだいたい平均400人なので、江戸時代の村の規模では小学校を維持することはできません。そこで政府は明治22年に町村制というものを施行して、村の規模を700戸にしました。だいたい2000人から3000人です。これぐらいの規模がありますと、小学校を一つ維持することができます。その結果、現在、相生市になっている地域には、北から矢野村、若狭野村、名場村、大村が成立し、矢野村は広くて人口も多いので、小学校が2つ、西元小学校と矢野小学校、若狭野村に若狭野小学校、名場村に名場小学校、大村に相生小学校が置かれました。その頃の村の予算を見ますと、教育費がだいたい3分の1を占めています。小学校を運営することが村の大きな仕事の一つであったことがわかります。小学校は3年3年生で出発しましたが、
明治25年に制度が変わって、尋常小学校4年と高等小学校2年の6年制に変わります。義務教育になったのは尋常小学校の4年制の部分でした。尋常小学校は義務教育ですが、授業料が必要で、進級試験もありました。そこで授業料が無償の簡易小学校というものが作られました。こちらは3年制です。で、尋常小学校4年生を卒業しますと、ここから進学者だけが高等小学校、中学校、大学というふうに進学していきます。帝国大学は東京に1つ、中学校は兵庫県では姫路に1つだけありました。中学校に進学するためには、尋常小学校4年を卒業した後、高等小学校に進み、高等小学校は4年生なんですが、このうちの2年まで修了すると、中学校の入試を受けることができました。つまり、初等教育の6年間を終えると、中等教育を受験するという仕組みになったわけです。中学校は兵庫県に1つでしたが、高等小学校は郡単位で置かれました。赤穂郡は現在の相生市と赤穂市と上郡町を含む人口約10万余りの地域です。尋常小学校は20ほどあって、20ほどある尋常小学校から1つだけある高等小学校に進学します。高等小学校に進学しないと、その上の中学校を受験できないので、高等小学校に遠い地域から自分たちの地域にも高等小学校を作りたいという要望が上がってきます。そこで赤穂郡には赤穂の他に佐古市、上郡、鶴亀に高等小学校が作られました。赤穂郡は現在相生市、赤穂市、上郡町の3つの自治体になっています。ということは現在の赤穂市、相生市、上郡町のそれぞれに高等小学校が置かれたということになります。中学校も増設されて、1897年に辰野中学校ができました。現在の相生市の地域には、尋常小学校が5つありましたが、高等小学校は4つの村が協力して、1つだけ運営していました。しかし、それでは通うのに不便なので、尋常小学校に併設して高等小学校を作りたいという要望が出て、まず大村、続いて名場村、矢野村、若狭野村が尋常小学校に高等小学校を併設するようになります。こうして現在の相生市の地域にあった4つの村が共同で運営していた鶴亀高等小学校は役割を終えて解散し、この後各村ごとに尋常小学校と高等小学校を持つようになりました。中等教育は男子は中学校、女子は高等女学校に進みます。中学校は兵庫県ではまず最初に姫路中学校が設立され、その後、辰野とか加古川とか豊岡とか、そういう地域の拠点に中学校が設立されていきます。男子の教育から約20年遅れて、姫路高等女学校が設立されて、女子の中等教育が始まりました。中学校を卒業しますと、受験をして高等学校に進学します。高等学校は東京の1校、仙台の2校、京都の3校というふうにナンバーをつけて呼ばれましたので、ナンバースクールと言います。帝国大学は、はじめ東京の帝国大学だけでしたが、1897年に第3高等中学校が京都帝国大学に昇格し、1907年に仙台に東北帝国大学が置かれます。入試は高等学校に入るのは難しいのですが、1校や2校や3校に入りますと、東京帝大や京都帝大にはほぼ入学できたようです。だから高校生は受験のことを考えずに青春を謳歌できたわけです。明治33年、鶴亀高等小学校の最上級生です。現在で言うと中学校の2年生です。この時期、高等小学校に進学するというのは村の有力者の子どもたちでした。この中からさらに何人かが旧制中学校へ進学していきます。
こちらは明治38年の相生高等小学校の卒業写真です。先生たちの服装を見ますと、こういう服装をしている先生とこういう服装をしている先生で、先生に2段階の身分があったことがわかります。卒業生の数を見ますと、男子よりも女子の方が多くなっています。服装を見ますと、女子の方が良い服装をしています。それはどうしてかというと、男子の場合、この時期姫路中学、辰野中学がすでに開校していて、高等小学校に入った男子のうち、より上級学校へ進学する人たちは途中から中学校の方に進学していきます。高等小学校に入学した男子のうち、何人かが中学校に進学で抜けているんですね。一方、女子の方はまだ高等女学校が作られていません。したがって、女子としては高等小学校卒業が最終学歴、最高学歴ということになります。そう考えると、女子の方がいい着物を着ていることがわかります。このように、女子が上級学校へ進学する道は限られているんですが、それでもどうしても上級学校に進学したいという場合、この時期関西にあった女子の上級学校というと、同志社と神戸女学院と梅花と奈良の女高士があったかどうかぐらいですね。したがって、男子においては中学校や商業学校、そして大学に行くという生徒が出てきていますが、女子で高等小学校より上に進むということは極めて珍しい時代であった頃の写真です。明治40年、名場小学校の卒業記念写真です。前の方にいるのが尋常科の卒業生、後ろの方にいるのが高等科の卒業生です。この時期は44生ですので、尋常科の卒業生は現在でいうと小学校の4年生、高等科の卒業生は現在で言いますと中学校の2年生になります。このあたりは先生方ですね。明治40年代に入り、尋常小学校が6年生になりました。それまで義務教育は4年生でしたが、この時から義務教育は6年生になりました。大きく変わったのは高等小学校の位置づけです。これまで尋常小学校で4年間勉強して、高等小学校で2年間勉強して、初等教育を終えたら中学校や女学校に進学していたんですが、尋常小学校6年間で初等教育が終わりますので、尋常小学校を卒業しますと受験をして中学校や女学校や商業学校に進学していきます。で、中学校や女学校や実業学校に進級しない人でもう少し勉強したいという人たちのために高等小学校が残りました。尋常小学校に6年間通って初等教育を終えますと、中等教育から高等教育へと進学を目指す人は中学校から高等学校、帝国大学を目指します。一方、中学、高校、帝国大学というこの進学ルートを目指さない人たちが小学校であと2年間勉強します。これが高等小学校です。高等小学校から商業学校や高等商業へ進学する道は開かれています。では、中学校と高等小学校の教育は基本的にどこが違うかと言いますと、中学校には英語があります。高等小学校には英語がありません。もう一つ、中学校は数学をします。高等小学校は算数をします。つまり、高等小学校は小学校の延長上にあって、中学校は高等学校、帝国大学へ進学するための一つのステップと位置づけられていたことがわかります。大正2年の名場小学校の卒業生です。尋常科が6年生、高等科が2年生の時代です。ここに座っているのは私の祖母です。尋常科と高等科の比率はどういうふうになっているかというと、大正3年の卒業写真では尋常科が44名、高等科が24名です。女子でも半数以上が高等科へ進んでいたことがわかります。意外と進学率は高いんですね。男子の場合、22名のうち高等科は10名ですが、
これは先ほど述べたように、旧制中学から旧制高校、大学を目指す人たちは、尋常校を卒業した時点で、辰野中学や姫路中学や赤穂中学に進学したからです。女子の場合も姫路に高等女学校ができていますが、そちらに進学する人はまだまだ少なかったようです。そこで女子がもう少し勉強できるように、高等科の上に裁縫学校というものが作られました。だから女子は尋常科で6年、高等科で2年、裁縫学校で2年、最長10年間勉強したことになります。戦前の小学校というのは、現在でいうと小学校と中学校と女子高等学校を兼ねたような存在だったんですね。戦前の小学校が村において占めた位置の大きさがわかります。大正6年の名場小学校の卒業写真です。ここに私の祖母が写っています。1913年に尋常科6年を卒業して、4年後の卒業写真に登場しますから、この4年間に高等科と実家を卒業したんだなということがわかる写真です。大正時代に入ると中学校、女学校の増設とともに大学の増設が図られました。1920年に私立大学が認められて、早稲田大学や同志社大学がスタートします。高等商業や高等工業の中にも大学に昇格する学校が現れて、東京高等商業学校が東京商科大学に、東京高等工業学校が東京工業大学になります。文理大学というのは師範学校の一番上にある大学です。後の東京教育大学、広島大学が文理大学にあたります。このようにして大正9年、1920年頃に戦前の学校体系が一応完成しました。それが最初にお見せしたこの表です。大正時代の高等小学校の卒業写真です。この頃、あいおいは播磨造船所が活気を呈していて、町の人口がどん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 増えていく時期でした。だから卒業生も多くなっています。それから卒業記念写真が男女別になっています。こちらは男子組。こちらは女子組です。男女ともに服装は和装です。昭和に入って1932年の卒業記念写真です。これは尋常科ですので、小学校の6年生です。和装に混じってセーラー服の子どもたちが現れてきます。これは確証がないんですが、おそらくこのセーラー服を着ている子どもたちが高等女学校に進学する子どもたちだと思います。こちらはそれから4年後の写真で、中学校や女学校への進学者だけを集めて写した写真です。上級学校に進学する男子の数と、上級学校に進学する女子の数があまり変わらないことに私は驚きました。さて、その頃の小学校です。これ何年の写真かなと思って考えてみたんですが、ここに国旗掲揚塔があります。1933年に建てられました。ここに報恩殿があります。1937年か38年に建てられました。さらにここに大村立愛宵尋常高等小学校の文字があります。1941年、小学校は国民学校に変わりますので、ということはこの写真は1938年に報恩殿が建てられてから1941年に国民学校と名前が変わるまで、つまり1939年か1940年の写真であるということがわかります。国旗掲揚塔が建てられたり、報恩殿が建てられたり、だんだん学校も戦時モードになってきていることがわかります。あ、そうそう、大正時代の校歌って案外平和的なんですが、昭和になって校歌が作り変えられて、勇壮な雰囲気の校歌に変わります。校歌にも平和な大正と戦時モードの昭和が反映しています。1937年1月、盧溝橋事件が勃発して、当時の言葉で言う支那事変、現在の言葉で言う日中戦争が始まりました。盧溝橋事件から4ヶ月後、姫路連隊の遺骨が姫路に帰ってきて、姫路で連隊葬が行われた後、
各町や村で町村村奏が行われました。この後愛用小学校の校庭では戦没者の葬儀が繰り返し行われるようになります。シナ事変が勃発した翌年の愛用尋常小学校の卒業記念写真です。この頃は6人制ですから小学校の6年生ということになります。これが私の父親です。このように日中戦争、続いて太平洋戦争と戦時体制に入るんですが、この間に学校で行われていたことは、義務教育を初等教育だけではなくて、中等教育にまで拡充しようということでした。どのようにして中等教育を義務化していくかというと、現在のように中学校、高等学校というシンプルな学校体系にするのではなくて、それまでにあった中学校や女学校や商業学校などはそのまま残しながら、どれにも進学しない人たちを青年学校というところに入れて、全員がどこかの学校に入ることによって中等教育を義務化するという、これが文部省の方針でした。中等教育の義務化が推進されたのは文部省の力だけではなくて、陸軍が一枚噛んでいました。当時世界的に初等教育だけではなくて中等教育まで全員に保障しましょうという流れの中で、文部省は中等教育の拡充を狙っていましたが、陸軍も中等教育を行うことが必要であると考えていました。こうして文部省と陸軍の思惑が一致した結果、戦時体制下において中等教育の義務化が推進されていきます。青年学校は男子が5年、女子が3年でした。でもしこの青年学校構想が完全に実行されますと、男子は小学校6年を卒業した後、中学校か高等小学校か青年学校に入り、さらに上級の青年学校まで進みますと、6、2、5で13年間の教育を受けるということになったはずです。ただ、1941年から太平洋戦争が開戦されましたので、この青年学校がどのようにして運営されていたのかということについて、私はよく知らないので、何とも言えません。なお、1941年、小学校は国民学校と名前が変わっています。こうして日本でも全員が中等教育を受けられるようにしようという構想はあったんですが、戦争、そして敗戦の中で、青年学校構想は頓挫して、GHQ が日本に乗り込んできて、日本の学校の改革を行います。戦後の教育改革の特徴は、中等教育の部分にあります。男子の中学校、女子の女学校、高等小学校、実業学校、青年学校と、複雑に分かれていたこの中等教育の部分を、中学校と高等学校にまとめ上げたのが、戦後の教育改革の特徴です。もともと中等教育を全員に保障しようという考え方はあったわけですから、本来であれば中等教育を行う中学校、この旧制中学を6年間にすればよかったんですが、敗戦後のことで経済的な負担に耐えられないということがあって、とりあえず中等教育の前半部分だけを中学校という形で義務教育にしました。そして旧制中学の後半部分を高等学校という名前にして、中学校と高等学校のところに入試を設定することにしました。これが70年経った現在でも続いている日本の制度です。しかしながら日本の中等教育制度は大きな矛盾を抱えています。本来中等教育は一つの学校で一貫して行うはずでした。現在でも私立学校のほとんどは中高一貫教育の形をとっていますが、あれが本来の形です。戦前の旧制中学は中等教育を一つの学校で一貫して行っていました。ところが、敗戦後という状況の中で、中等教育を2つに切って、中学校と高等学校に分けてしまいました。で、この中学校を作るときに母体となったのは、小学校に併設されていた高等小学校でした。そしてこちらの高等学校は
戦前の旧制中学が母体になって作られました。今、中学校が高等学校のようでもあり、小学校のようでもあるという、そういうイメージがあるのは、中学校がもともと高等小学校だったからです。さらに大きな問題は、本来中等教育を全員に保障すべきところを、財政的な問題から、とりあえず前半部分だけを全員に保障して、後半部分は先送りにしたことです。ここで世界人権宣言、国際人権規約を見ていきますと、このように書いています。初等教育は義務的なものとし、すべてのものに対して無償のものとする。これは日本ではすでに実現しています。中等教育の部分は、無償教育の全身的な導入により、すべてのものに対して機会が与えられる。で、この部分については、すべてのものに対して機会が与えられるということも今完全には実現していませんし、無償教育の部分については、数年前まで授業料を取っていました。そのために日本はこの国際人権規約を守ることができず、2012年に高等学校の授業料が無償化されるまで、国際人権規約については留保していました。日本は1970年代から世界第二位の経済大国だって言ってましたが、教育面に関して言うと、国際人権規約もいや守れませんというぐらいとですね、状況にあったわけです。高等教育については、無償教育の全身的な導入により、能力に応じて全てのものに対して均等に機会を与えるようにしましょう。この高等教育、大学は無償だというところが大事で、経済的な問題により能力があり、意欲もあるのに大学に進学できないという状態は、国際人権規約から見るとおかしいんです。しかしながら現在の日本の状況を見ると、高等教育は特に無償教育の全身的な導入によりというこの部分とは逆行する方向に進んでいます。明治以来の日本の学校制度の変革をざっと見てきましたが、現在の日本は財政支出に占める教育への割合が低いことで有名な国の一つです。情けないことです。国民の教育にお金をかけて、学びたい人には学ぶチャンスを与えて、そして能力を高めていってもらうと、国民の能力を高めていくことが大切な時代にもかかわらず、教育にお金をかけることは嫌だという、まあそういう姿勢ではね、日本の地位がだんだんと低下していくのもやむを得ないかと思います。日本の中等教育や高等教育の在り方を考えるときには、この国際人権規約に戻り、中等教育は無償教育の全身的な導入により、すべてのものに対して機会が与えられるように、高等教育は無償教育の全身的な導入により、すべてのものに対して均等に機会が与えられるようにする。これが世界の標準なんだということを頭に置いて、日本の学校のあり方を考えていけば、日本の状況が見えてくるのではないかと思います。